救援要請の演壇だ。退社しろ。 よっと、始末してやれ。 始末してやる。 逃しはしないわ。必ず追い詰める。 救援要請の演壇だ。退社しろ。頼みます。いいだろう。
気になるよ。お前みたいな奴がいれば人類は直に平穏を取り戻せそうだ。落とした。救援要請の縁談だ。退社しろ。片付けろ。ここまま始末してやる。やるよ。助かりました。礼などいい。任務を続けろ。巨人の餌にはなっていないようだな。はっ、まだやれます。このまま。お前のような奴が必要だ。さあ、仕切り直した。巨人だ。
始末してやる。この腕とか中東兵団が誇る精鋭中の精鋭だ。巨人だ。
将来が怖いくらいだぞ。この若さでこの腕とは。紛れもなく特殊な巨人だ。見どころがある。あれ、キース教官。貴様ら、調査兵団に入ったそうだな。調子はどうだ。この先もその元気が続くといいがな。ジャン・キルシュタイン、貴様は憲兵団志望で成績も10位以内だったはずだが。はい、そうですが、今何をすべきかを考えて自分で決めました。そうか、アルミン・アルレルト、貴様はなぜだ。技巧に進むものと思っていたが、外の世界に出るのが僕の夢でしたから。貴様はなぜ調査兵団を選んだ。なるほど、親の仇というわけか。理由はそれぞれのようだが、目指すべき目標があるなら、その信念だけは絶対に曲げてはならんぞ。だが、半人前のままでは目標を叶える前に死ぬのがオチだ。まずは兵士としての経験を積み、腕を磨け。近く調査兵団では壁外任務が予定されているはずだ。全力で臨み、己の成長の糧にすることだ。
いいものが揃う。また来てくれよ。話でもしていかないか。